さんこんにちは、スクラッチのゲームの作り方ですね、進めていきたいと思います。前回まではこれだ。このタイルが自動的に、動くっていうところまでは、ありましたので、こういうゲームを作ろうという話ですよね。で、だったらゲームオーバーになると。で、今日このゲームオーバーの部分、ここをぶつかったらゲームオーバーを出すという部分まで作っていきたいと思います。はい、じゃあ、まずゲームオーバー書きましょうか。もう動きは今できているので、ゲームオーバーを作ります。ここからスプライト選ぶから、ずっとここだったんですけど、今日はこの書くっていうところを使いたいと思います。はい、書くですね。そうするとこういった画面になります。ずっとこのコードっていう画面のこれね、このコードっていうところばっかり見てたんですけど、このコスチュームっていうところがあってですね、ここで書くことができます。これにもね、書くことできるんですよね。実は帽子を書いてみたりとか、紫か、何色か、何しましょうか。こうやってこいつにこの帽子をかぶせようぜとか、そういうこともできます。ね、で、潰して、こういう感じで、戻りボタンをここに、こうやって落とすこともできます。はい。で、これですね。ここにゲームオーバー書いていきます。これで、パーのままでいくか。で、ここで大きさは変えてあげてください。はい。ゲームオーバー。ね。こういう感じですね。はい。で、ゲームオーバーを書いたら、またコードのところに戻ってもらって、これ、ハトマークリックしても、ずっとゲームオーバー出てるんですよね。なんで、隠します。最初、ハトマークがクリックされたら、こいつは見た目のところから隠れるように、このままじゃゲームできないので、隠す入れます。そうすると、ハトマーククリックすると隠すことができます。あとは、表示するっていうもの、これですね。これを使うんですけど、当たった時に表示するっていう風にしたいので、猫のところ戻ってもらって、これが当たるっていうものを、まず調べます。当たる。頭が押された時に、この当たり判定っていうものなんですけど、だいたいこれとこれを使います。ずっとと、もしですね。そう、複雑そうに、見えるんですけど、何個かこうゲーム作っていくと、またこれ使うんだみたいな、このセットよく使うなみたいな感じで、使うので、もうこれでワンセットで覚えててもいいと思います。ずっともし。もちろんずっとだけね、こうやって使うときもあるんですけど、こうずっととモスのワンセットで使いますね。はい。で、これをこの下に入れます。で、まあずっとっていうのは、まあずっとこのもし何々ならをずっと、見張ってる。繰り返してるっていう状態ですね。で、このもし何々ならっていうところに、動きじゃなくて調べるか。これを入れます。マウスポインターに触れた。これですね。これを入れます。で、これをクリックして、まあ、猫の中ですよ。猫の中なので、これ選びます。ここに名前を書いてますので。そうすると、なんて書いてあるんだろうね。カエルっていう名前にしとこうか。カエル。カエルね。はい。スプライト1に猫とかにしとこうか。猫。ゲームオーバーとかね。ゲーム。はい。猫。カエル。もしも猫が、カエルに触れたならどうするかっていうところなんですけど、ですね、制御だったっけ、イベントかな、イベントだ、
とメッセージを送る、これを使いますね。当たり判定の時はよくこれを使います。メッセージを送るですね。でもカエルに触れたなら表示するって、もしやったとしても、これはもう猫の中なので、何て言うんですかね、表示するってやっても猫が表示するっていうことになるんですね。ゲームオーバーを表示するの表示するではないです。あくまでこのスプライトの中を表示するものなんで、それをゲームオーバーとは違うものに、こうここで当たったっていう判定を取ったものをポンってこのゲームオーバーまで送る必要がありますね。それがこれです。メッセージを送る。だからこれをゲームオーバー、ゲームオーバーを送るという感じにします。はい、もしも猫がカエルに触れたならゲームオーバーを送るですね。そう、今こんな状態で当たっても何も起きないです。これは今送られてはいるんですよ。カエルに触れたゲームオーバーがどっかにポンポンとこうね送られてはいるんです。言ってみたらこの上向き矢印を押した時にこの状態ですよね。何も中身がない状態、この状態を押しても反応しないですよね。そんな感じのが今ここで起きています。だからその下受け側を作らないといけないんですね。それをだからこのゲームオーバーのところに行って、受け側なので、これね、受け取った時、これで受け取ることができます。こいつが飛ばしたやつ、送ったやつをこいつで受け取ります。あ、もう出てこない。受け取った武器。これが、ここで初めて表示するというものを出すと、ゲームオーバーでございます。で、ボタンを止めて、旗を押すと、一回隠れるので、また隠れてくれますね。で、当たると、ゲームオーバーできます。はい。これでもう大体できた。なんか全て止めるとかっていうのはできるんですけど、制御だったかな。あ、これね、全てを止めるってやると、表示した後に止まるようになります。こういう感じでストップしてくれますね。これで終わりかな。あ、時間を一応出しましょうか。時間ですね。このままでも一応ね、ゲームとして成り立ってはいるんですけど、一応時間を取っている方が、何ですかね、子供たちは、よっしゃ5秒、俺5秒生き残ったとかね、私10秒生き残ったみたいな感じで、盛り上がるので、結構時間は作ってあげたりしますね。はい。そんなに難しくないです。まあ、ニコンとこうしてもらって、時間かかってこの変数っていうものを使います。変数を作るですね。で、何する時間、時間っていうものを作ってあげます。そうすると、ここに時間というものが出てきます。はい。一応これ押しても何も反応しないんですけど、ここに、1ずつ変えるっていうものがあるんで、これを使いましょう。で、ここに、これ使ってもいいんですけど、分けてる方が見やすいので、ここをこうやって、ありますかね。頭をクリックされたら1秒ずつ変える。まあこれだと1個しか変わらないんですけど、これをずっと入れてあげると、ずっと1数えてくれるようになります。あれ、なんだこれだ。ほい。ほいと。で、これがこうやると、これめっちゃ早いんですよね。ってめっちゃ1秒間早いので、まあ、これでもいいですよね。128みたいな感じでやってもいいんですけど、もし1、2ってやりたいんであれば、この、1秒待つっていうのをこの中に入れてあげます。そうすると1、2、3っていう感じでゆっくり数えます。あ、そうか。すみません。0に戻さないといけないですね。旗マークが押されると1回0に戻りたいので時間を0にするんですね。はい。0にして1、2って数えるようにします。これで、あれ？おかしいのか。これで1。にってゆっくり数えて、カエルがこう自動的に避けてきて、猫が逃げて、あっとゲームオーバー、5秒生き残ったみたいなゲームが作れるようになりました。はい、この感じで終わりなのかな。そうですね、終わりです。あとはまあなんかこの数値を例えばね早くしてみたりとか、またも子供たちの発想でいろいろめっちゃ早いじゃんとか言ってね、盛り上がったりするので、この辺も自由に考えさせてもいいんじゃないかなと思います。
じゃあ、何これ、追いかけてくるゲームっていうんですかね。簡単なゲームなんですけど、はい、作ることができました。また次回また新しいものをですね、チャレンジしていきたいと思います。じゃあ最後までありがとうございました。